8月に上映されるアルマゲドン2っていうことで、記者会見をさせていただきます。よろしくお願いします。今回のアルマゲドン2の、主役を張らせていただきます片山です。よろしくお願いします。今回はちょっと医者っていう役でですね、患者さんを見るのみの役っていうことでどうなるのかなって監督と相談したんですけれども、まあ結局最後そうやって隕石の、まあ、隕石が来るっていうことでですね、いろいろと皆さん感動できるかなと思っております。一生懸命頑張りましたので皆さんご覧ください。よろしくお願いします。この度クリストファー役をやらせていただいた よろしくお願いします。こんばんは。白役の金子です。この役のお話を伺うときにすごい悩んだんですけども絶対とにかくすごい見応えのある作品になっておりますので、皆さん楽しんで見ていってください。よろしくお願いします。皆さんどうもこんにちは。主題歌を歌わせていただいています、スティーブン・タイラー役の、ジョングです。まあ、心を込めて歌いまして、まあ、キャストの皆さん全てが一つになるように努力して作りましたので、ぜひ皆さん映画ももちろんですけれども、まあ、曲も一緒に楽しんでいただければと思っております。どうもありがとうございました。こんにちは。患者 A 役の山田 A です。まだ主演片山連射ということで、もう私の患者をやらせていただきまして、ね、まあ、基本的にセリフ一言もなく目を開けるか閉じるか、ただやっぱこの目を開ける瞬間の間、まあ、というところに非常に感情を込めましたのでですね、まあ、そこに、まあ、注力してみていただけたらなと。でまた他のキャストもね、いろんな見どころっていうところのポイントでポイントポイント出てきますんで、まあ、非常に面白い役になってますんで、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。アルマゲドン、今回隕石役をやります林です。まさか、まあ、隕石という、まあ、人間ではない役をもらうというのは初めてなので、どういうふうに演じていこうかというのはちょっと全く考えてはないんですけども、まあ、力強く地球にぶつかっていけたらいいなと思っております。まあ、どうそれを阻止されるのかまだちょっと脚本の方を読んでないのでわからないんですけども、もう撮り終わったんですね。撮り終わってます。結構あれじゃないですか、やっぱ撮影が大変だったんですね。大変でしたね。一回宇宙に行ってての、ことでしたので、まあ、大気圏でよく燃え尽きなかったなと、まあ、力強くぶつかっていきたいと思います。一応このメンバーで、対策を導入取りましたので、皆さん感動と笑いとですね、ぜひご家族の皆さんと一緒にですね、ご覧いただければと思います。アルマゲドン2よろしくお願いいたします。お願いします。アンペです。これはいい、これは面白い、これは面白い。